検定ビアス・コールドウェル・ポープは、アメリカ合衆国ジョージア州、トーマストン出身のプロバスケットボール選手。NBA のワシントン・ウィザーズに所属している。ポジションは、シューティングガード。ジョージア州のグリーンビル高校時代から、全米クラスの選手だった。コールドウェル・ボーは、マクドナルド・オールアメリカンに選出された。大学進学にあたり、アラバマ大学、テネシー大学、 ジョージア工科大学などの関係者がリクルートに訪れる中、コールドウェルボーはジョージア大学に進学。2年生時に平均18.3ポイントを記録し、SEC の最優秀選手に選出された。ジョージア大学でのコールドウェルボー2013年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明し、全体8位でデトロイトピストンズから指名を受け入団した。 2014-15シーズンには全82試合にスターターとして出場し1試合平均12.7得点3.1リバウンドの記録を残した2014年4月16日にはオクラホマシティサンダー戦でキャリアハイとなる30得点を記録した2016年12月ワシントンウィザーズ戦でのコールドウェルポープ2017年7月7日ピストンズは ボストンセルティックスからエイブリー・ブラッドリーを獲得したのを受け、コールドウェル・ポープに出していたクオリファイングオファーを取り下げたことを発表した。2017年7月11日、ロサンゼルス・レイカーズと1年1800万ドルで契約した。2019年、コールドウェル・ポープは、レイカーズと2年約1600万ドルで再契約をした。 その契約の2年目となった2019から20シーズン自身2016年ぶりとなるプレーオフに出場を果たした。チームは NBA ファイナルまで進み、自身初の NBA チャンピオンを獲得した。オフにプレイヤーオプションを破棄して FA となり、2020年11月21日にレイカーズと3年4000万ドルで再契約した。 2021年8月6日に5チーム間の大型トレードでカイル・クルーズマ、モントレズ・ハレルと共にワシントン・ウィザーズへ移籍した。運動能力が高く、シューターとしてだけではなく、トランジション・オフェンスも得意としている。またガードだけではなく、スモール・フォワードも守備をこなす、スイングマンのサン・ディ選手である。ありがとうございます。